今瀬戸どこにいるかというと台湾の台北にいます。台北の、台北賓館総統府の近くに今いるところなんですけど、でそこの警察署があります。で警察の車両を見てるとね、三菱の車です。もちろんこの台湾に関しては日本車ばっかりなんでね、当然のことで当然のことなんですけど、こんな感じで三菱の車ですね、なってます。なので日本のね警察車両とか、あ、日本の車が現地の警察車両とか救急車両になってることっていうのは結構あるわけですけど、まあなかなか日本人としては嬉しいですね。結構ヨーロッパなんか行ってもね結構そういうの多いですよ。うん、でこれが一応警察署ね、なってます。